今回はもしあいつがチェンソーマンだったらダサすぎでしょに対する読者の反応集を紹介します。ボロクソではろた正論でくさ。パッと見チェンソーマンに憧れすぎて自分をチェンソーマンと同一視するまでに至ったヤバい人なんだよな。デンジ、実際あれでチェンソーマンなのはクソダサいからな。夜、あいつ自分でチェンソーマンつってたからチェンソーマンだろ。正解。朝、仮にあいつがチェンソーマンだとしてもクソダセだろ。正論。ちょっと面白すぎる。読者をニヤニヤさせるのがうますぎる。まあ朝ちゃんはチェンソーマンかっこいい、嫌いじゃない。だから中身がデンジでも信じたくないわな。仮にチェンソーマンだとしたら、あそこで名乗る理由がなさすぎるからな。デンジがチェンソーマンのシャツ買う時も絶対店員にチラチラ目配せして、気づいてほしいと思いながら買ってる自信がある。服屋で試着する時に、胸のスターターが偶然見つかっちゃうかもしれない素振りしてそう。自分でチェンソーマンのシャツ着るデンジ、想像が容易すぎるけどやっぱりダサすぎで笑ってしまう。朝目線だとおでん名乗るヤマトみたいなもんだからな。一番納得したけどいやくさ。二部の初登場で街頭インタビューでチェンソーマンの印象操作してたからな。クソダサいわ。まともな奴にはバカの考えはわからないという、この漫画の大前提。アイドルとかヒーローが好きすぎて、自分自身がそれを名乗り始めるタイプの異常者は現実にも結構いるので嫌なリアリティがある。小汚くてバカっぽくて性欲丸出しでダサい、主人公の姿か？これが、この一連の流れデンジに聞かせてやりたい。同レベルだから理解できたのか、やっぱ夜ってバカなのでは？バカじゃない。夜ちゃんも教育テレビ見なきゃ。夜は真に受けてくれたね。ていうか夜ちゃん頭脳がデンジレベル。まるで自分から名乗るデンジ君がアホの子みたいじゃないですか。デンジ君は学歴のねえバカですが戦闘以外で嘘はつきません。嘘ついたらサムライソードに負けちゃうのです。つまり朝ちゃんはチェンソーマンはダサいやつじゃないと思ってる。前回ピンチから救われたし感謝もしてたしね。普段椅子やってるちっちゃい男子がその恩人にすっかりなりきってカッコつけたらそやダサってなる。チェンソーマンは自画自賛なんかしない。あれはチェンソーマンが何であるかすら知らないただの厄介なオタクだよ。チェンソーマンはね、チェンソーマンを自称したりしないんだよ。チェンソーマンのファンだなんて称さないし、チェンソーマン T シャツなんか着ない。やることなすことめちゃくちゃじゃなければいけないの。おわまきま、夕飯食べた？まあ、めちゃくちゃではあるな。チェンソーマンはそんな真似しねえ。千里もそうだけど、最近の主人公は周囲から過剰な期待を寄せられがちなとこはある。チェンソーマンだったらダサいから、チェンソーマンじゃないってのは当然の判断なんだが、実際は本当だから困る。しかし逆に考えると、少なくとも朝はチェンソーマンのことをダサい存在だとは思っていないということか。女ばっか助けて性欲丸出しキモいみたいな罵りはしてたし、チェーンソーマンのイメージも良くないっぽいけど、それでもさすがにそこまでやべえやつじゃないだろって思ってたんだろう。そこまでやべえやつだった。命を救ってくれたチェーンソーマンの好感度が上がってきたからこその言い分だと思う。デンジ、俺がチェーンソーマン。夜、あいつ自分で名乗ったからチェーンソーマンだ。朝、もし本当ならダサすぎ、誰も嘘偽りのない素晴らしい世界。ヒロフミよかった、あの調子だとバレなさそうで。ナユタの世話で成長してるかと期待してた、元のままだった。ナユタが心配すぎる。逆に世話してもらってる可能性すらあるからな、家庭内のエピソードを見てみないとわからん。未だに一部のデンジはもっとかっこよかっただろって思ってる。飼い主がしつけしてたからな。デンジはかっこいいっていうか狂気って感じする、二部ではまだソフトなアタオカシーンしかやってないな。組織ぐるみでの人助けやら仲いいのと一緒に行動してってのもあってか、そいつらのために行動したりとかあったからかもな。一部の方がかっこよかったというより、二部のデンジの方が幸せな生活を送ってんだなって感じがした。ハードすぎる道を歩んできた一部の後に、二部のダサすぎる学園生活を見たらなんかほっとした。初独自、朝に対する第一声がねえねえ、君チェンソーマン好き？俺好き、だからな。距離感おかしいオタクみたいな印象しか与えられんわ。まあ、初対面であれ言われてチェンソーマンなんだって信じるのもやべえよ。悪魔が純粋すぎただけなんや。人間ってものの表現がうまいわ。デンジ君悪魔よりだもんな。待て待て、ダサいのとかっこいいのは時に両立するんだ。だけど朝ちゃんの言ってること間違ってなさすぎて全然言い返せないの笑うわ。後々正体がバレてクソダサムーブがチェンソーマンの策略扱いされたら笑うわ。チェンソーマン信者って何でも擁護しちゃうよね。ここ一連の流れるような朝ちゃんの弁舌とデンジの詰められ顔のセットが本当に好きすぎる。第一部主人公と第二部主人公の出会いだから熱いのは当然なのに、
何この違う種類の熱さ。朝ちゃんの指摘もある意味当たりなんだ。デンジはダサすぎるんだ。